こんにちは、ネマです。パワープルアプリやっていきます。今回は、ついに実装されましたね。寺道くん、使いに行きましょう。ということで、アベレージヒッター、粘り打ち、バント、盗塁、アシスト、そして、練習効果 30%、スペシャルタック 90%、得意練習率アップ 30%、そして、スペシャルタックと試合経験点ボーナスの効果、総力条件ということで、もう、かなりのぶっ壊れでしょうという感じでございます。沖野、合わせ、縦橋、カレンちゃん、そして、ニッタ、で、寺道くんと。で、僕が最終的にやりたいデッキではないです、これに関しては。ただ、まだ僕、追いガチャもできてなくて、こう、いろんな構成がまだ組みにくいので、ひとまずこれでやります。まあ、帰ってきたばっかで、今9時半ぐらいなんですけど、皆さんにね、この初使用会は早く出したいということで、ヘロヘロになりながらやってます。さあ、行きましょう。アマネカレンかな。で、カレンちゃんがようやくこう、日の目を浴びそうな感じはしております。おそらくなんですけど、まあ、ニッタのところに、覚醒のおちいちゃんが、まあ、ベストにはなるんじゃないのかなというふうには思ってます。まあ、個人的にっていう話ですけどね。まあ、何が正解かは今んところわかんないですが、まあ、そういうふうには僕の方は考えています。で、まあ、何が楽になったかっていうのは、やっぱり、その、肩、スナイパーで経験点取れるっていうのが非常に大きいかなというふうには感じております。で、これはここでいいの。挨拶取ればよかったね。マジでやめてください。チャンス欲しい。はい。相当強いけどね。おー、いいっすね。これ強いなー。で、盗塁アシストでしたっけ。五十嵐がうまーく光ってくれてますね。盗塁アシストと。あ、オッケーオッケー。0%。安心と安定の 0%。ちょっとアウトフィールダーなんとかうまく入れたいな。わあ、まあ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 、これが一番ありがたいけどね。ここはリスクは低くいきましょう。ここでグキってもしょうがないんで、マジで。ナイス回復。まあ、多分、ピンショー取れると思うけどな。ここは4番にしておきましょう。で、まあ、エビルか、春芸に行けばいいと思うので、まあ、どっちでも行っちゃいいな。うわぁ、素晴らしい。これはマジでありがたいな。うん、ちょっと筋力大丈夫かなって、ちょっとだけ思っていたので、今。ここは、キロ2とかで詰めると最高ですが、まあもう行った方がいいでしょうね。やつこつは抑えましょう。まあ最近入れてないんで、この辺もまあ行きやすいですね。プレッシャーランは取れないと。あれ？あれ？気分や、オッケー。さあ、行きましょう。まあ、エビルの方がいいかな。8はつかないのか。で、春英に行くと、まあ、だいぶ微妙ではあるが。うん、まあ、春英行きますか。あ、ちょっと、待って、落ち着いて。うん。春英のメリットが、佐伯がいないから、ちょっと薄いな。まあでも、荷積みのことを考えたら、春英に行った方がいいには決まってますね。行きましょう。帳尻合わせ4番。うん。いい感じ、いい感じ。で、ここは7合わせですね。さっさと合わせの評価は上げて進みたいです。で、まあ、当然初めてなので、わからないわけなんですが、どっかに調べたんだけど、寺道、ちょっと待って。寺道、なんか別のパソコンで調べてたのかな。こいつが反論していく感じですね。タック誰一人できないな、今んとこ。うん、筋力はとてもいい感じですね。一回休みましょう。
ナイス。いいやつ大きいわ。早いな。これが、2回目じゃないか。これチームメイトの評価上がるのか。大きいな。OKOK、成功。で、ここは小平でいいですね。で、内野安打、アベレージヒッター。まあ、普通に行きましょう。で、打開をもらっておきます。まあ、要所でもいいんですけど。まあ、今回は精神結構取れると思うんで。ここはここでいいか。災害踏みましょう。まあ、青を一番上にして進みたいのはありますね。今一番上青かな。あ、7、7か。なるほど。名強行きますか。ここでちょっと技術取っちゃいましょうか。こだわってる場合じゃなさそうだな。帳尻。まあ、コツに関してはちょっとバランス見ながらですが、サクサク取っていいとは思ってます。アウトフィルダーとかもいいね。ここは波動に行きましょう。波動以外が、まあ、見ての通り何とも言えないので、まあ、名強とかありかな。まあ、シラスいけるからな、結局。まあ、これも暁帰れたりはするので、まあ、敏捷も取れるしありなんですけど、さすがに、まあ、その黄色の荷積みをしてない状態では行きたくないっていう。うん、ここはアースの評価を確実に上げたいんで、こっち行きましょう。技術は、まあまあ入りますね、これで。393。悪くないでしょう。合わせが来てくれれば。てか3000点出てますね。普通に悪くないとこの話じゃなかった。ああ、よきよき。もう取った方がいいかな、なんか。大丈夫か。守備度。ナイス回復。いいやつは持ってるけど。ちょっと合わせ、間に合って。アマネ・カレン。まあ、ここは普通にベルト回復でいいでしょう。まあ、カレンちゃんの青を行った方がバランス的にはいいんですけど。サクッとミートあげまーす。ちょっとこれクリボッチかもなー。てかさ、アウトフィールダー、あ、まだ走ってないか、まだ大丈夫か。これ合同を上げながら行きたいっすね。できれば。まあ、ちょっとタックが回数やばいんで、さすがに行きましょうか。船積みタックの回数、まあ、多分3回とか。あ、5回か。結構行ってたわ。思ってたより全然行ってますね。ただ、まあ、そのタックが、肝心要のタックがあんまり組めないっていう。うん、沖野がマジでむちゃくちゃ頑張ってくれてます。はい。よし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 。あー、これ合同誰も詰めてないな。っていう状態で出なきゃいけないのか。それは大丈夫なのか。一体全体。まあもう波動は捨てっていう感じで行っちゃっていいかな。出ましょうか、波動。うん、波動捨てっていう感じで進みましょうか。まあ、今回は、まあ、まずは使用感を試してみたいですし。うん、悪くない悪くない。誰も見送らないっていう。いいよ。イベントが走るのはいいこと。来い！合わせ！おーい！まずいな。毒うめえな。まあ、タック組めますからね。それが、なんかレーザービーム、コツ入ってたような。1か。イブシギン、まあ、待ちでいいですね。なあ、ダメか。同じ外野手。で、これ多分守備依存でしょ、さすがに。ちょっと合わせは間に合わなかったですけど、これはそのまま続行していきます。
いいね、7。強い。よし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 。あ、そう。大丈夫大丈夫。僕は普通にクリボッチでいい選手いっぱい作ってる。てか、まあ、クリボッチでいい選手作れる、この高校のスペックがやばいんですけどね。惜しかったなー、これ。うまーく詰めれば相当強かったですね。アルヒー。パ。負けたかー。で、ここは、しっかりと一番下で合わせの評価を高めておきましょう。わー、いいですね。なるほど。素晴らしい。素晴らしすぎる、そのダブルタックは。うん、やっぱ縦足強えな、これ。結構バグってるレベルで強いですね、縦足は。ネザービームはやめて。オッケー。うわー、アウトフィールダー。アウトフィールダーになってしまったか。ちょっととりあえずセクションの終わりまで見てみましょうか。そうか、これ結構成功率高くないかもな、今の感じだと。まあ、筋力が高まるところが良い。まあ、SG とかにはなりますけど、まあ、どっちかっていうともうエビルと、あと暁が進んでいるので、あっち側に行けるとベストですよね。青とか積みて。さすがに思考の外野手はそんなに成功率高くなさそうな感じのイメージですね。ここ一応120積めました。頼る。で、進みましょう。パーコー行きましょう。ここ結構ネズミすごいな。臨床漏れるかもな。うん、460入ってますね。バランスはいいな。あ、6300点出てますね、これ。普通にやれそうなんだが。思考の外野手はミスったものの。点数はむちゃむちゃ出てますね。これだ、クルポッチですからね。普通に死ぬほど出たんじゃない、点数。結構強いな。何がそんなに良かったのかわからないんだけど、すごい強いな。まあ、それくらい僕のフリートの立ち回りっていうのが成熟してきたのかなと、まあ、個人的には思ってます。まあ、強い強い。全然、全然いい。ここでこんなにうまく詰めるのは全然いい。レゴー!からのこれうまいっすね。まあ赤積んでもいいですけどね、これくらいだったら、普通に。いろんな色味を積んで前に行きたいですからね。で、タックの回数ももう、ちょ待って、豪快に行けばいいんだね。タックも内野安打をもらったよね、さすがに。あ、もらってますね、オッケーオッケー。ここは小田切でいい。で、敏将も結構取れてるので、まあどっちかっていうと暁とかに戻ればいいんで、普通に小田切行きましょう。守備職人。で、合わせが捕獲をしてくれました。よし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 。プレッシャーランか。まあ、確かに取ってないもんね。で、一応筋力は8積みできますね、というのと、まあ、なんとかこう、筋力を積んだ方がメリットあるので、タック待てるようにする。いやー、まあ、暁いけなくなるのか。まあ、ここにもう進行していく感じですかね。筋力系取っていいな、そうすると。これ、対エースまたもらえるのか。筋力系はもう普通にガツガツいっていいですね。接戦とか行きましょう。多分余るぐらいになるかもしれません。この感じのバランスだと。まあ、とにかく技術ですね。ここをうまく入れていきたいです。うん。だいぶ筋力いってる。
だいぶ筋力いってるって言ってる時にこのタックね。一回デートしましょう。ほほほ、筋力好きだな。筋力だいぶ好きだな。怪我しにくさいきます。筋力だいぶ好きっすね。このサクセス。点数は出てるけど、めっちゃ偏るパターンっぽいですね。OK、勝ち。あいー、ちょ、さすがにこの、アウトフィールダーの方失敗からのアーチ5では継続できないので、ここで、一旦やめにしようかなと思います。で、もう本当に夜更けてしまっているので、ひとまず、この形でサクセスは出そうかな。もしくは、ちょっと別の動画を出そうか、今のところ考え中です。まあ、逆に皆さんに、こう、いただきたいですね、ご意見を。まあ、これが出ているとすれば。で、まあ、また新しい形の域を探る感じにはなると思います。ただ、やっぱり、まあ、一発勝負だと、こういうサクセスをしていたりしますし、裏で。なんか、そんなところも皆さんにお見せするも、たまにはいいのかな、なんて思いながら、今日は多分これを出さないともう11時12時とかになってしまうので、この動画が出て、まあなんだよ、乾燥してないのかよって思われるかもしれませんが、あ、まあこういうこともなっていたりしますよという、まあ一つの例として、まあたまには、まあそれも覚悟で、批判覚悟でまあ出そうかなというふうに思っています。で、しっかりとした動画を明日、出せればなと思っているので、まあ追いガチャも込みで、まあ、いろんな動画をまた配信できればいいかなと思っておりますので、ぜひぜひ皆様応援くださいという話と、ぜひ、寺道くんのね、使用感とか、寺道くんのデッキこんな組んでますよ、みたいなのを逆に教えていただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、ツイッターのアカウント名もコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。